別にマジックポイントとかあるわけじゃないし、こういう時に使っても、あ、全部外してた今、あるそんなこといてててて、あ、やば、ちょっと待って、どうしよう、飲んじゃおうかな。レッドグープから作ったレッドポーション、体力すべて回復するっていうすごいポーション持ってます。1本レッドグープポーションをもう今使っちゃったけど大丈夫だったかなちょっと早めに吐きすぎたか。よっと、あ、これもう終わる。セレス違う時代に行こう。全然変わったもの、何その装甲強そうシューティング、いや総ざらいとか言ってる場合じゃなくって、強いシューティング苦手なのに最後まで組み込んでくるか。やべ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 、死んじゃいそう時間止めうまく使っていくしかないの。うまくっていうかもうガンガン使っていくしかない。どこ、これ頭、あ、ここか、どこなのかなと思った。弱点が時間止める、止めるっていうかゆっくりにするよ。で上狙って、あー、ハート落としてくれない、つらいつらいこの戦い弾よけんの下手くそかこれどっから、シューティングステージから。嘘、本当にマジ、これやばい、クリアしっかりしないと。てかシューティングステージまでレッドグープポーション使っちゃダメだな、これラストバトルっぽいな、本当に生っちょろいことなんてさせないぜっていう。うわ、シューティングステージ、これちょっとえぐいことなってるけど、やれるのかこれはいはいはい、ちょっとこのつぶつぶどうにかして、死ぬ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 っていうか、なんかはめられてガードが硬い。でもこれ壊せんのか、これ壊せそうな感じがないけど、あ、ハート出してくれる、これちゃんと、ありがてえ。シューティングステージあともうちょい、これ終われば何のステージだ、どこのステージだろう、わかんないけど。ちなみにレッドグループまだ残ってるぞいやちょっと待って、ガードが硬い、ガードが超硬い。うわー、ちょっと焦ったかな、焦ったな。いい感じかな、いい感じに今入ってるかも。結構体力も残ってるし、このレーザービームさえちゃんと当たらなければどうにかこれ押し切れる。いや、やめよう、焦るのはやめよう、焦るのはやめた方がいい。ちょっと追い詰められてる感がすごいんですけどあ、いける、いや、ちょっともうちょっとだけ、あ、なんか出てる。え、セレス最終形態あるよね。え、シューティングで終わりとかないですよね。ラストシューティング、嘘でしょ、本当に、いや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 まさかの、いや、体力見とこ、体力ちゃんと見とかないと、いつレッドグープ使うかって話はあるぞ本当に。まさかシューティングで終わるなんて思わなかったここまで散々やってきて、しかも最終形態が一番楽っちゃ楽かも。なんか適当に動いてればなんか避けられてるような気がする。よし、いいぞ、よし、勝った、あ、いけた。もしかして私はまだ変身を2回残してますとかある？大丈夫か、黒、あなたと戦いたいなんて思ったことは一度もないわ。うん、そうですね、うん、はい。まだ誰かいんのかな。いや、最後シューティングで終わりってことないと思うんだけどな現実は壊れ始めているって言ってんのかな。多分私たちとても遠くに行ってしまう、離れ離れになっちゃうってことを言ってんのかな。あ、私はもう過去も未来も見ることはできない。
私たちは、時の時間の終わりにたどり着いたのよ。それで一体今から何が起こるんだろう。うん、あ、プロジェクトはその私たちの戦いによってダメージを受けたわ。うん、なるほど。それがその時間のサイクル、まあ、ぐるぐる回ってるのを止めるのに十分だろうか。うん、もしそうじゃなかったら、全てはダメになってしまうって言ってんのかな。また同じ時間を繰り返してしまう。同じイベントってか同じ出来事。うん、同じ苦しみ、同じ運命をたどってしまう。私たちも同じように。うん、あ、アニメーション、まさか。あ、私の力が消えていってるわ。さよ、あの、消えてしまうって言ってますね。ちょっと似てるっちゃ似てるような気もするんだけどな。あ、またどっかで私たち会える日が来るかもしれない。もしその運命がそうであるならば、一緒に私たちこの世界を変えましょう。うん、あなたを待ってるわ、G。いや、どうだったのかな、話的には。最後の方、なんかいろんな考えが出てきて、なんかそこまで把握しきれてないんですけど、一応ストーリーは、うん、あ、みんな戻ってきてる。そのマギの時代に行った時にも、そのグレイトディザスター、その大災害のことは分かってたみたいで、それを止めようといろんなことをなんか計画してたみたいですけどね。黒まだ戻ってこないわね。うん、あ、待ってくれてんのか。どこに飛ばされたんだろうな、ちょっとしたところ。うん、あ、もう数日経ってるって言われてる。もうこれ以上ここで待っても仕方ないだろう。うん、あなた何を私にこう提案してるの、メノス。うん、って彼を置いてここから出ようって言ってるのって。いや、うん、まあメノス正しいわ。これ以上ここに居続けられない。まあ確かにここちょっと不安定な場所ですもんね。ここでの時間が向こうでの現実世界でどうなってるか分かんないから行かなきゃって言ってますけど、それじゃあ行きなよって。私はここで待つって言ってんのかな、彼を置いていけない。うん、どこ行くにも黒と一緒だったんだっていうことですけど。うん、あ、もうそんなこと言っても、まあフィナを説得しようとしてるんですけど、ベルベットはまあそんなこと言っても聞かないから、それを尊重すべきよって。うん、ってことはメノスとベルベットは出ていくのかな。あ、ポータルの先で待ってるからな。そうですね、黒戻ってくんのかな。いや、戻ってこないとダメですよね。フィナはここでずっと待っちゃうことになるけど、どこ行っちゃったの？その時間の終わりにたどり着いたのはいいんですけど、食べ物とか、なんだって？食べ物とかあるのかな？お腹空かないのかな？ずっと待ってる。ちょっと黒。戻ってきてあげなよって感じですけど。あ、やっぱりラストバトルか。ラストバトルシューティング。あれ、なんか泣いてる。
あれは森のガーディアン、マギエスが機能してる。うん、マニマルだったっけ、なんだったっけ、なんかそんな名前の像ですけど、これはエンディングなのかな。あ、脱獄しようとしてる誰かが。いや、これ結構がっつりしたゲームだったな。なんかもう少しこう勝手なイメージだったな。こうあっさりしたゲームなのかなと思ったけど、すごい作り込まれたゲームでしたね。勝手にもう、あ、ミスターマットウェル、勝手にもうエンディングトーク始めちゃってますけどはいはいはい、こんなん行ったところ全部映してたら、それでそれだけでもかなりかかりそうだけど。うん、あれ、あ、図書館、あれ、ベルベットが祀られている、マギの研究が、素晴らしいマギの研究が認められて像が建てられたか。プロフェットと子供たちですね。あれ、これ全部やっていく感じだな多分はいはいはい。あ、てか生きてたんだ。こいつら一体何だったんだって話ですけどね。あの、全然その後出てこなかったんで、あの、爆発っていうか、爆発を最後でしたね、見たのは。その後一切出てこず、触れられることもなかったですけど。うん。こいつなんて名前だったっけやばい、忘れてしまった。ホーンテッドフォレストにいた。いやー、あの、なんか人付き合いが苦手な人たちですよね。雪の国、雪の国の王様、この中心にいる雪だるまです。この雪だるまが一番お偉いさんですね。なんだそれとは思いましたけど。で、これがシルフィーっていう精霊の、森です。フィナーのおばあちゃんが生まれたところですね。だからフィナには風の力が備わってるって話でしたけれども、あれ、ここ掃除してるおじいちゃんがいる。マジか。え、これ黒？違うか。ここはデモニアですね。あ、チリーとプラムとレノが仲良く過ごしてますね。うん。メノスとベルベット、おや、あれ、メノスとベルベット結婚したのか。一緒の家にいるぞあ、ヒナが研究してる。クロがどこに行ったのか調査するために。ん、あ、クロ戻ってきたのか。カップリング的にそうなる？はい、ということでエボランド2シリーズかなり長くなりましたね。いや、でも最後までプレイしきれてよかったですいや、結構読んだな。だから、うん、なんていうか、どう言ったらいいんですかね。時間、まあ難しいですよね。時間がどうのっていう話なんですけど、まあ、結局その兵器を取り除くことでセレスが力を戻したってところまではわかるんですけど、そのマギのプロジェクトがどうっていう話はちゃんと理解してるかって言われるとそこまでしてないですけれどもそうですね、まあ、マギのプロジェクトっていうのが時間を曲げるっていう、まあ確かにそのマギの鍵があればその時代
ていうか時間軸をいくらでも変えられますもんね。なんかそれがマギのプロジェクトだったのかな。うん、なんかそんな気はします。マギの鍵を使って自分たちの思い通りにこう時間軸を作り上げていくっていうのを、セレスは止めたかったのかもしれません。うん、だから時間を壊す必要がある。そうすれば、まあ、時間軸を書き換えることもないですからね。そうか、メノスとベルベットがくっつくかあんまそんな雰囲気なかったんですけどね。あ、ということでフィナとクロはこうめでたく二人で暮らすことになったのかな。はい、あれ、これもしかして最初のところ。あ、最初のところだ。調子はどうって。あ、最初のところですね。あなたを森の深くで見つけたのって。何も覚えてないの。名前は？うん、その森に行くことで記憶が戻るかもしれないわ。私の名前はフィナ。うん、あなたが全部思い出すのを願うわ。だからループっていうか、まあ運命的に、え、何これあれ、なんか急に何で遊んでんのそれ。タイムストーンオブタイムで遊んでんのか。そんなことないよねメノスは、フィナ、その葉っぱは一体水着のデザインおかしいだろっていうね。最後の最後になんかよくわかんないカットが入りましたけど、なんかよくわかんねえな謎のカットシーンが何だったんだろうあれ。はい、ということでエボランド2、実況今回で終わりということにしたいと思います。かなり長いシリーズになりましたけれども、お付き合いしていただいてありがとうございます。はい、ということで、また何か動画上げてて、もし気に入ったのがあれば見てくれると嬉しいです。はい、ということで、エボランド2実況お付き合いありがとうございました。はい、ではまた。